こんにちは、直樹です。今日はね、パサデナにおります。で、今ノートン・サイモン美術館の前にいるんだけどもね、パサデナ市のね。で、その動画、ここに来るまでの動画は前の動画で作ったので、今日は何をしようかなと思ってるかっていう と、ここね、コロラド、何度もね、パサデナの動画撮った時にこのコロラド通りっていうのが出てくるんだけども、ちょっとね、こっち側あの通りね、歩いてみようと思います。で、パサデナシティカレッジとかカルテックとかパサデナオールドタウン方向に向かって、もうひたすらね、ずっと東に行って、であそこの曲がり道でこっち右に行くからね。そしたらこのパサデナアベニューっていうところちょっと見に行こうね。コロラド通りとパサデナ通りがあるんだけども、このパサデナ通りっていうのはこっちね。はい、信号を渡ったのでね、このままじゃあ見に行こうね。そうするとね、また雰囲気が変わった道になってきたよね。まあ、こっちはフリーウェイね、こっちフリーウェイね。で、コロラド通りのね、1個南のね、通りに行くからね。だから次左ってことだね。あとね、パサデナ観光するとね、結構ね、この地図あるからね、迷わないで済むと思うんだよね。まあ、とりあえずこっち行きましょうね。はい、このグリーン通りってところだね。そうすると景色も一変してくるよね。で、ここはね、前あのパサデナシティカレッジの動画撮った時もこういうのは大きい通りっていうかね、この木の大きい通り撮ったけども、こっから始まってるんだよね、このパサデナ通りとグリーン通り。お腹走ってた、走ってた女の子が何したのかなと思っちゃって。で、車でね、走るとね、前動画で撮ったように結構ね、動画的にはね、綺麗に映るんだけど、歩くと幹が大きいでしょ。だから結構見づらいのかなね、こっちの歩道から撮る場合ってさ。まあ一変してね、雰囲気とかももう一変してね、なんて言うんだろう、一気に静かになる感じかなって。ちょうど歩いてる方向がさ、西日が西円になってるから、逆光でもなくね、多分絵的には綺麗に撮れるのかな。ただね、木が大きいからさ、やたらと木の幹が目立つかもしれないけど、まあ、とりあえず歩いていきましょう。なんだろう、このお店、モットだって。モットだから日本語なのかな。なんかさ、コーラか水が飲みたくなってきたな。乾燥してるからな、やっぱりアメリカってさ。日本みたいに出張じゃなくて湿度がないからね。逆にそれがまあいいのか悪いのか、もう一応言ったんだよね、その時と場合によって。ついでにね、朝ごはんも昼ごはんも食べてなくてね、もう夕方なんでね。なんか面白い、これ、ほら、お腹は空いたんだけども、何が食べたいってわけでもないんだよな。で、最近ここ1ヶ月間ね、私ずっと豆腐しか食べてないからね、夜ご飯で。飽きるかっていうと全然飽きないのよ。基本的にね、私ね、飽きが来ない人間なんでね、曲でもそうだし何でもそうなんだけども、本当にね、同じことずっと繰り返すの大好きなんだよね。で、あそこがね、コロラド通りだよね。だから一つ目の通りに来たってことだよね。だからお腹は空いているもののね、昨日友達と中華料理食べたしね、何が食べたいってわけでもないな。かといってだからといってね、平日毎日食べてる豆腐じゃ食えっていうわけにも気分でもないんだよな。何食べようかね。このグリーン通りっていうのはドライブでここ走った方が綺麗に見えるよね、やっぱり。興味のある方がいましたらね、私の昔の動画の方で、パサデナのね、ここら辺の周りドライブしてみたみたいな動画が多分あるはずなので見てみてください。なんか一気に何もなんかなくなった感じがするでしょう。でも以前動画作ったように、パサデナシティカレッジ方面に行くとまた大きい木がね、どん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 増えていくんだよね。で、このまま行くとさっきのナードエキスポってぶつかると思うから、このまま真っすぐ進んでみようね。はい、そうすると私がね、以前動画で撮ったナードエキスポのね、
あの場所に戻ってくるんだよね。そうするとこっちがもうおのずとパサデナオールドタウンの、繁華街っていうかね、あのお店とかがたくさんあるところになるんだよね。とりあえずね、ナートエキスポ前のね、ピカチュウとゴジラの前行って今日の動画を終わりにしようか。今までのパサデナの動画を見ていただいた方には一回りっていうかね、パサデナの街並みとかね、あとあの住宅地の方も以前撮ったと思うんだけども、まあこんな感じのね、綺麗な街だよっていうのが分かったかと思います。それにしても今日何食おうかな、何か食いたいわけでもないんだけどもな、何食べようかな。はい、それではね、本日の動画これで終わりにします。パサデナからでした。おやすみなさい。